はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今年2020年のデビューですね関数シリーズも始まりましたで今回ね関数第49弾ということで問題3もありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部説明していきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします それじゃあ画面下げますのでお待ちくださいギョッとはこのぐらいでいいかなよしじゃあ2020年もねどうぞよろしくお願いしますまあ、ぜひねあのー、もう48本は取っているのでそっちもぜひあの受験勉強のお供に使ってやってくださいでいつも言うように関数に関しては今ここに4行ぐらいね問題文が左上に載ってましたけどそこに書いてある情報をこっちに書き写していきます 一回一回座標なんだっけこっち確認っていうのが時間のロスになるし一回一回思考が考えてることが切れるんですよね。ここで考えてるのがこっちで確認ってなっちゃうとそうするとやっぱり問題を解くスピードとかも落ちてしまうので基本的にはここで全部勝負ができる状態に持ってってください。で座標がね今回書いてあります。A が5の0ギリギリかなあ,あ、入るね。で B が5の2で C が七ですねなんですんなり書けるかっていうとここまでで NG を何回か出してるからっていうねさすがに覚えたであと直線今書いてないんですけど右下にこういってる傾きがね負のこういう直線が1本出てきますちょっとこっちに書いておきますね L っていう直線があって傾きがス四分の一です、X、で切片がまだ分かってない A という情報じゃあこの状態でまず1番え点 A をこれですね こいつを通って直線 L に平行な直線の式を求めようという問題でまずですねえー、っとまあこれはよく出てくる問題なのでこれ絶対にあのどんなレベルのねどんな志望校を目指している方も絶対1番これは取れるようにする今今取れなくてもいいから分かんなかったのか構わないからこの動画を見て自分で確認してできるようにしてくださいで今ヒントとしてはまず L に平行なんですよね ほにゃららに平行って言ったら何の情報をゲットできるかっていうと傾きが同じなんです。平行ってことは。平行ってこういうことでしょこういうピーって。ちょっと今指が欲しい。こういう感じかな。で、この斜め具合を決めているのは傾きなので L に平行ってことはこいつと傾きが一緒。傾きどこかっていうとここです。マイナス四分の一。だから今求めたい。 式も、傾きは y イコールマイナス4分の 1x。これは同じなんだって言ってます。ただし、後ろの切片が分かってないんです。切片が分かってない。で、今ちょっと a あっちで使っちゃってるんで、こっちちょっと b にしておきましょう。b ってね。えっと、あの、後でね、図を使いたいのはちょっと書き込まないんですが、つまり、右下の斜めで a 通るから、こういう感じの直線今。こういう感じね。ここのこういう直線の式を求めたい。で、 これまで出ました。で、あとは、一箇所通るところが分かってる。どこかっていうと、A 通るよね。ってことは、こいつが、5の0。ま、あ A ね。を通ることが分かってる。通るっていうことは代入して OK です。いい ?X のとこに5。Y のとこに0を代入していいよって言ってるから代入します。0イコールマイナス4分の5。 プラス B これをね解くと B イコール4分の5となりますつまり b 切片が4分の5って分かったのでここに出てきたのを戻してあげればいいから求めたかった式はマイナス4分の 1x+4 プラス分の5とこれが一番の答えになります。平行って言われたら傾きが同じだよねっていう。 これを通るって言われたら代入 OK だよねっていういいかなこれはすごく大事なところ。で2番参りましょうあ今年ねコロナの状況なので三平方とかさ円周学が受験からカットされてるね公立入試からカットされてるところもあるんですけど、えっとまあ、もちろんね カットされてるなら勉強しても無駄だと思うんでやりたくないっていう方はもう2番とか飛ばしていいです、この解説。いい,い,いだけど、高校入ってからもすごく大事です、いっぱい出てくるから、三平方なんて。しかも、三平方とは演習学の基礎,基礎の部分ね、簡単な部分って、すぐみんなあのできるようになるよ。俺の動画、ちょっと見てほしい。10分くらいもらったら絶対誰でも使いこなされるから。そう、だからね、やっといてほしいなって思ってる。なので、普通に今解説もしていくんですが、まあ、ちょっと、あの、飛ばすかどうかはみんなに任せます。 で、戻ると、2番は L と、A、BC との交点を D としますと。その時に A イコール4の時の CD の長さと DB の長さの何倍かっていう問題。つまり、えー、っと、こういうね、まあ、L の直線がこういう風になった時に、ここを D としますって言ってる。で、今、この L の直線は A が4って言ってるから、 y イイコールマナスス分の 1x プラス4つまりここねこの切片のここが4だよって言ってますその時の CD の長さと DB まあ CD の長さは DB の長さの何倍かっていう問題でこれはもう CD と DB を出しに行っちゃいます自分はそれぞれでこのね関数の上で例えば縦の線とか 横の線っていうのは出しやすいんですよ。例えばですよ。じゃあ、ここ座標では E とかって置こうか。今使わないけどね。時に CE の長さ。CE です。これでまっすぐ縦じゃん。これ一瞬でわかるよね。なんでかっていうと C まで。ここの座標が7だから原点から C までが7なんよ。原点から E までが4なのね。ってことは CE は7-4で3ってわかるじゃん。俺の図的にちょっとバランスおかしいけどね。で、真横もそうです。 真横も座標を使えばすぐ分かる。ただし、斜めっていうのはすぐは分からないんだけど、計算で出せるんです、もう。出せる。で、それをどう出すかっていうと、ちょっとこっち持ってきますね。えっと、あそこの、ちょ、斜めを持ってきます。ここが C、あれね。で、ここが B で、ちょっとこの辺にしようかな。に D がありますと。で、C の座標が、07。 D の座標が52ですよねで、必要なのはこの D の座標ですこいつは必要ですだからここの座標をまず求めなきゃいけないじゃあこいつをどう求めるかっていうともうこれは交点だよねこの直線 L ねこいつとこの直線 CB の交点になってる。 交点っていうのは連立方程式で座標を求めることができます。覚えてね。交点は連立で求められる。で、こいつの直線の式はこっちはもう出てるから、あとはここです。この CB。CB の直線の式が欲しいと。で、直線の式出すときに、まあ一番オーソドックスなやり方は、直線ってね、y イコール ax プラス b って置きます。直線の式が欲しかったら必ずこうやって置くの。 で置いてあの本当とはもっといろんな技があるんだけどちゃんとやっていくと今07と52を通るじゃんかだからまあ例えば52を入れると、X、のところに 5y のところに2を入れると2イコール 5a+b って式ができる07も入れてみましょう7イコールここ 0a だから0で消えるんで b になりますこうなってる。 で、普通はこっちも A が残るんで、連立方程式といて A と B を求めるんですけど、これも B が7って分かってんのね。実は、この直線の式、ここ、これ Y 軸とぶつかってるのを切片って言うんだけど、ここの数字とここの数字、こうだ。って同じになるんよね。さっき Y コールマイナス4分の 1X プラス4と4って同じになったじゃん。Y 軸ぶつかってるやつ、切片って言うんだけど。だからこの図を見たときに、あー、B も7やんって。 すぐ分かってくれると嬉しいまあ今出たけどねここで出たけど。であとは b に7をこっちも代入するとこうなるから、えー、移行して解くと a はマイナス1になります。つまりここはマイナス x ちょっと1かけないんでねマイナス 1x とはかけないからマイナス x プラス7ってことで cb の直線の式はこう出ます。っていうのが一番オーソドックスではある。 あるんだけど、もしね、もしできる、まあもうやってる方もいると思うんだけど、できる方は、こっからもう2点分かるんで、実はね、速攻で出ます。これ。特にこれ今、さっきやったように、切片が7って分かってるんで、まあ y コル ax プラス7は分かってるじゃん。a 欲しいなって、傾きのやり方っていうのは、2点通るでしょ左側から、まあ自分左からやるんだけど、c と b って左が、あ左にあるのはこっちだから、ここから、 いくつ右に行って、いくつ下がってるか。もしくは上がってる時もあるけど、右に行って、いくつ下がってんのって確認するの。で、そうすると、今07で52だから、右に5行って、下に5降りてんだよね。X 座標は0と5だから、右に5個進んでる。7から2に落ちてるから、5個下がってる。いい ?5 個進んで、5個下がってる。いい ?X 増加量が下、Y の増加量が上に来るんだけど、 5個進んで5個下がってるからプラス +5 分のマイナス5って約分するとマイナス1なんだよね。ってやると傾き速攻で出ます。まあ、自分はこっちでもやっちゃうんですけどできれば両方使えると嬉しいなと思います。ということで長くなっておりますがこれで CB が出ましたで CB 出たんでこいつとこいつを連立方程式で解いていきます。 まあこれ分数ね嫌なので全体にした4かけてってやってもいいんですけどまあこのぐらいだったらこのまま攻めてもいいかな引き算して0でこれはプラス +4 分の1に変わるから <laughs> マイナス4分の 3x+3 となりますで、えー、移行するとこうなる4分の3邪魔なので両辺に3分の4をかけます4分の3消したいからね これ消えます。約分で。つまり、x イコール4となる。これ何かっていうと、x 座標が4って。これね、x 座標4ね。で、x が4って分かったら上の式の方が分かりやすいね。x に4を入れれば、y は3になるから、えー、交点は4の3ってすぐ出すことができますと。あ、これまだ終わってないよ。説明長くなってるけどね。今、交点の d が分かっただけです。じゃあ、ここから、えー、斜めの。 を出しに行きますで、えっと、学校とかでちゃんとやるときはねこれここに無理やり直角三角形を作るんです直角三角三形どう作るかっていうと真横に引いて真下に下ろして直角三角形を作るんですこうやってここで言うとこの、まあ、こういう状態こういう状態ねここでこう作ってるでその時にこの長さとこの長さって分かるんですよ分かるなぜかかってううと例えばここ行こ,うかこここ行 さっっきやたようにここまでって7なんでですよね7でここの座標って今4の3だから4の34の3なんだよだ上に3上がってるから7から3引くのでここの長さ4になるのね4になるでここの座標っていうのは0か,ら0から4に進んでるからこの長さも4になります図でいうとこ4の3だから0から4進んでるからね4になると。 で、えー、とまあ三平方の定理っていうのは直角三角形こうやってねなってる時に44、まあ、なんだけどここわかんないけど C とかにしとこうかいい斜辺まあ滑り台の部分です滑り台の部分の2乗イコールこいつの2乗16プラスこいつの2乗16っていうのが成り立ちますこれだけで三平方斜辺の2乗イコール残った辺を2乗足す2乗です で、そうするとこれ32なんだよね。で、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートをつけるのが二次方程式でやった計算方法。で、これルート32っていうのは1 6る2なんで4、4ルート2直せます。C はプラスマイナス4ルート2です。ただし、長さにマイナス今ありえないので、この C の部分、こっちね。ここは、長さが4ルート2っていうことが分かりました。 あもしくはね、えっと、三角定規のやつを知ってればね1対1対ルート2なんで、まあ、4のと2で出すこともできるんですけど今一応ちょっとこっちで説明しますで同じようにここですここにも直角三角形を作ります今でいうここですこう作ってる感じ直角三角形をねでこれも、えー、x 座標がつき見ると4と5です4から5に進んでるからここは1です で、高さの部分見ると3と2。3と2だから、引くとここも1なんです。だから同じように計算すると、まあ、ここじゃあ D とかってしようか。斜辺の2乗は2乗足す2乗。2だよね。だから、えー、プラスマイナスルート2。でも長さにルート、えっ、ー、と、マイナスはないので、ここはルート2になりますと。よいしょ。で、さっき、しえっ、ー、と、もともとね、問題は、 CD の長さは DB の長さの何倍ですかって聞かれてる。で、ほにゃららは、ほにゃららの何倍っていうのは、これは、これの何倍だから、その割り算です。こいつは割る、こいつの何倍って、こうやって計算してね。だって10は2の何倍って言ったら5倍ってわかるでしょそれは10あるにしてるわけだから。だからこれ計算するとルートに消えるので、結局答えは、 4倍でしたよという風になりますでですねまあ今回ちょっと本当この動画多分結構長くなっちゃうと思うんですけどまだ3番も残ってるしで今こうやって無理やり直角三角形を作ったんですよ作ったんですがえっ、ー、とぜひね覚えておいてほしい技があって今この関数上で斜め斜めの長さを出したい時ってもういちいちこれやんなくてもいいです直角三角形。あのね、やり方ががあって座標がね こう出てるツするじゃん。これ CD の方だけやるわ。ここね。座標出てるとき、えー、まあどっちからどっちで一応決めてください。じゃあ今 C、えっと D からしようか。D から C を引く。こっちからこっちを引くって決めたときに、まず X 座標を引いて。4から0を引くから4でしょそれを2乗します。2乗。ちょ、カッコそばね。2乗する。で、同じく2から7を引くからマイナス5じゃん。それも2乗します。 それを足足します足すでそいつにルートつけますルートでこれ計算するとですねえっ、ー、とごめん引き算引き算間違ってるよマイナス4だねこうだねで計算するとこれルート32なんでえっ、ー、と4ルート2となって出るんですねまあこれ中学、まあ、進学塾とかね行ってる方は普通にこう習ったりすることもあるまあ高校で習うやつなんですけど えー、2点間の距離って言って関数上で2つの点の距離の出し方はこいつで絶対出せますい片方から x 座標を引いて2乗 y 座標を引いて2乗それを足してルートでまとめるっていう、まあ、こっちも楽だから行こうかふた2点間これねじゃあ5から4引いて1だから2乗して12から3マイナス1になるけど2乗したらプラスだから1でルートつければルート2っていうね覚えておいてくださいこれは早い ああ、ごめんいいかなで、3番でございます。これ3番はね、ちょっと厄介なんですけど、えー、直線 L が台形 OABC、これね、全体 OABC の面積を2等分するときの A の値を求めようという問題です。で、えっと、話がね、逸れてしまって申し訳ないんですが、やっぱこう、面積2等分ってすごく有名で、面積2等分の中で、一番メジャーなやつ、一番よく出るのって何かっていうと、 三角形がありますと。で、一つの頂点を通る。ね、通る。そしてそれを面積二等分が一番出てきます。これが一番有名。で、やり方は、こいつは、このね、この頂点通んなきゃいけないから、それの反対側の、えー、この辺の中点。真ん中の点です。そこを通るようにピーって引けば必ず面積が二等分されます。 これよく使うこれ絶対ね覚えておいてください面積2等分ねでも今回複雑なんですよねちょっと台形っていうでこの時は今、まあ、こうだったりさこうだったり、まあ、こうだったりもするかもしれんよねでこっちはさ切片に関しては、まあ、Y 軸だから直線なんですけど右側が交わるのがこの CB っていう斜めの線斜めのところか この AB のまっすぐのところかどっちかがわからないんですよだからこれはまずはっきりさせなきゃいけないどっちねこの上のゾーンなのか求めたいね時はそれとも下のゾーンなのかっていうのをまずはっきりさせに行きます自分はねでどうやるかっていうとじゃあ境目になっているのここでしょ あ、これ自分のやり方よ。これあの、いつも通り、あの、解説をゲットしてない状態で自分ちょっと説明しているので、もしかしたらもっといいやり方あるかもしれない。俺がやったやり方しか紹介できてないんで申し訳ないんですが、自分はまずここのね、つまり、L がここを通るときを。これを出しに行きます。面積を。で、どう出すかっていうと、まあ、関数これって分かってる。で、5の2を通るって分かってるから、5と2を代入するんだよね。そうすると、2イコールマイナス4分の5。 プラス a なんでえーっと a イコール4分の13かさあここ4分の13ね今その4分の13でここだからこうなるわけよ4分の13でじゃあちょっと面積確認してみようって考えるわけでもともとこの全部の台形台形の面積も出せますとで台形はかっこ上底プラス下底かっこ閉じかける高さかける2分の1ですで 今上底ここにしようかこの長さは2だねここの座標が5の2だから上底2プラス仮定はここです7だね7かける高さここですね5でかける2分の1割る2でもいいけどねでこれがね割り切れないんだよねだから面積2分の45っていうことがわかりますいいで今それを面積半分にしたいって言ってるから 半分は当然その2分の1だから4分の45になるわけ。いいからまあこれが目安になると。で今じゃあちょっとこれ出してみようって考えるわけこれね。じゃあ下のさこっち行ってみようか台形ここ。出してみようってまあ同じね。上底は2で下底が4分の13に変わってるから2プラス4分の13高さも同じでかける2分の1と。これ今赤の部分ね。 で、やると、4分の8だから、4分の21になって、8分の105か。ってなります。で、ちょっと8分ので揃ってないと分かりにくいんで、この4分の45を2倍すると、8分の90なんだよね。今さ、ここで切ったら、8分の90にしたいんよ。半分だから。でも、この状態だと、8分の105ある。多すぎじゃねね。これにしたいのに。多いんだよ。 ってことは、こいつをもっと下げて、この台形の面積を減らさなきゃいけないんだよね。ってことがわかるから、あ、今、上のゾーンじゃなくて、求めたい L は下のゾーンなんだって、この辺かな分からんけど。下なんだってことがわかります。いいつまり、下のゾーンで、この青のこの部分が、 面積4分の45になればいいじゃんっていいいうに考えるわけですいいかなじゃああとはそれを出しに行こうってでどう出すかっていうともう青でいっかこっからはあでもな混ざるなちょっとこれギザギザしとくねここの座標とここの座標が分かればいいとで今こいつの L の直線の式はもともとね今これあれよこのパターン出しただけだから消しちゃうね。 L はこれですマイナス4分の 1x プラス a ってことはここの座標は a です切片だからじゃあここどうするかっていうとここってさまっすぐ縦になってるから x 座標は同じく5なんよ5でしょここはまっすぐ全部 x 座標5のゾーンだからねじゃあ x を5を代入しちゃえばいいそうすると代入すると y イコールマイナス4分の5プラス a なんだよね これが Y 座標。だからここの Y 座標はこれです。点々にしとくけど。じゃあ、あとこれも面積出しましょうって。青の台形のね。面積出すと、上底はこいつ。5のマイナス4分の5プラス A ってここね。だから、上底がマイナス4分の5プラス A。仮定は今やった A だね。A。閉じてかける高さは同じく5。で、忘れずに2分の1。それがこれになればいい。 4分の45って。これも式完成です。あとはこれを解けばいいです。ね。で、まずカッコの中が、えっ、ー、と A、2A、マイナス4分の5ですね。で、分配、2分の5分配してもいいんですけど、もう全体に5分の2をかけて、約分しに行きます。5分の2をかければ消えるからね。で、こっちも5分の2かけるとさ、約分でいい感じになるんだよね。2分の9っていう。こうなる。で、えっ、ー、と、ちょっと整理していこうか。入ってる 入ってる。<laughs> オッケー。二分の九、えー、プラス四分の五です。これが四分の十八だから四分の二十三になるから二 A イコール四分の二十三全体を二で割って八分の二十三となってこれで終了となります。動画長いよね。 <laughs> いっぱい喋っちゃった。申し訳ない。でもね、この問題、やっぱりいろんな大事なことが詰まってるんで、ちょっと使いたいなと思ってやらせていただきましたあの。途中でも言ったんですけど、この問題ね、もしかしたらもっと綺麗なね、アプローチの仕方あるかもしれないです。もしね、あのお気づきになった方っていうか、その詳しい方いらっしゃったら、コメント欄の方によろしくお願いします。ただ、この解き方も間違ってはいないと思うので、ぜひ参考にしていただけたら幸いです。 では、えー、今年のね、デビュー戦となった関数第49弾やらせていただきました。まあ、こんな感じでね、関数シリーズも今年またちょこちょこ取っていきますので、ぜひね、受験勉強のお供に使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。